航空写真に見る昭和記念公園付近1989年撮影公園として整備されているが飛行場だった名残もまだ見られる国土交通省国土画像情報をもとに作成航空写真に見る昭和記念公園付近1974年撮影まだ立川飛行場が米軍に接収されていた頃右端の 黒くなっているあたりが現立川飛行場の滑走路。国土交通省国土画像情報をもとに、作成国営昭和記念公園は、東京都立川市と秋島市にまたがる日本の国営公園。昭和天皇御在位50年記念事業の一環として、現在及び将来を担う国民が、自然的環境の中で健全な心身を育み、英知を養う場とするために、戦後米軍が、 旧立川飛行場を接収した立川市と秋島市の漁師にまたがる立川基地跡地のうち180ヘクタールを記念公園として建設することが閣議決定され、緑の回復と人間性の向上をテーマに1978年度より国土交通省の手で施設整備が進められてきた。1983年10月26日、 昭和天皇隣席のもとに約70ヘクタールで開園した後、レインボープールや子供の森、日本庭園、砂川口、盆栽園等を次々と施設が整備され、2005年11月には緑の文化ゾーンが共用され、同時に昭和天皇記念館が開館した。本公園は立川基地後に開設されており、レクリエーション施設としての面もあるが、 大規模な災害が発生した場合は、避難場所としての機能を果たすよう設計されており、立川市と秋島市の広域避難場所の一つに指定されている。例えば、園路はスムーズに避難を行うために、幅が広く作られており、芝生が広がるみんなの原っぱは避難所として、立川口駐車場、緑の文化ゾーンは救援隊のベースキャンプ、救護所、物資集積所などとして活用できる。 また、防災関係機関が所在する立川広域防災基地が公園に隣接している。2020年8月現在、小人は無料。別途、昭和天皇記念館とのセット券、二日間投資券が設定されている。昭和の日をはじめとして、年に数日入園が無料となる。ただしその日は非常に混雑し、有料駐車場もすぐに満車となる。 公演休園救援日は毎年12月31日、1月1日及び2月第4月曜日とその翌日。また昭和天皇記念館は毎週月曜日休館。1995年当時就職氷河期と呼ばれ、就職活動に苦戦していた女子大生を応援しようと8月16日を女子大生の人し、園内のレインボープールに 無料招待する企画を実施した。昭和記念公演が8月16日を女子大生の日としたのは、1913年の8月16日に東北帝国大学の合格発表があり、3人の女子大生が誕生したと認識していたからであり、当時の読売新聞はこれを史実と報じた。これ以降、女子大生の日は8月16日として世間に、 浸透したが、実際に女子学生の入学許可が官報に掲載されたのは8月21日であった。東北大学男女共同参画委員会は2020年6月に史実に基づいた日を記念日にしようと日本記念日協会に女子大生の日を8月21日で申請し、協会は同年7月に8月21日を女子大生の日として登録した。 かなあるみんなの原っぱ秋の夜散歩でライトアップされる日本庭園川を埋め尽くす桜の花びら落ち葉の絨毯が広がるイチョウ並木一面に広がるコスモス。ありがとうございます。